ご視聴ありがとうございます。この動画は先日公開した動画の編集後期です。まだ見ていない方は動画概要欄のリンクからご覧ください。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてる人がね、あとどのくらいこの動画にね最後まで見てくれた人がいるのかと思います。それはもう今ねこうやって映ってる時も全くわからないんですけど、どうでした、いつもとちょっと多分違う感じで撮ってみたんですね。でまあ、あくまでこのチャンネルでやってることというのはまあ、映像なんですけど、映像といっても異物であったり遺跡であったりとか、それらが主役ですね、あくまで。でその論文とか本とかにある情報というのが根拠証拠であって、でその積み重ねで組み合わせで足し合わせで答えがこう自然に出るというか、だから確かにその情報と情報のつなぎ目だったり、何を選んだりとか、どういう順番でとか、どういう形で出すかっていうのは、やっぱそこは自分の意図が自分のこうね考えみたいなのがやっぱどうしても入っちゃうところではあるんですけど、基本的にはですね、なんか個人の願望というかねこうあってほしいとか、これが好きとか、なんかまあいろいろあるとは思うんですけど、そのなんかそういうのをなんか優先しないとか、まあ、そういうのを優先して個人の願望で動画作ったり、こういろんな主張とかいろんなこれはこうだみたいなことを言ってる方っていうのは多分自分がすごく先にあると思うんですけど、そういう形では基本的にやってないんで、なんかね本当あんまり言うとあれですけどね、邪馬台国論争とかもね、やっぱその方のなんか何かしら縁があるというか、大枠があるというか、なんかそのねそういうところがメインで、だからね、九州の方でこう邪馬台国が畿内にあっちの方にあるって言ってる方とかって、まあ、表立ってはいないけど、結構多分私とかもそうですけど、やっぱその後に続いた時代のことを考えると、ああいう奈良時代ができたことを考えると、その原型みたいなものっていうのがどこにあったかっていうと、全く関係ないはずがないことを考えると、やっぱあの辺りに、奈良大和辺りにあった可能性ってすごい高いんじゃないかなと思うんですけど、それがまあ要は連合国なんで、でしかもそれがなんかどっちかというと、今皆さん結構都道府県とか市区町村とか今の公的機関が定めたこう境界線みたいなのが割と意識の中にすごくあるんですけど、昔はそういうのもなんか曖昧というか、どちらかというと立って目に見えてる景色からいろんなことが分かるというか、その立って、いやだから地図って要は空からこう地上を見た目線じゃないですか。あれって古代の人は基本的にああいうふうに考えてないんですね。まあそのなんか地図みたいなものっていうのは確かにあるんですけど、それよりもですね、とかまあ歩いててここまで来て、ここまでがこうなんとか町だとか、ここまでがこうなんとかって場所だみたいな、でその山越えたらこっち、山から山越えてこっちからはこうなんたらの国だみたいな、そういうなんか自分が立って目に見える視点でこう感じ取ったものというか、実感ですね、すごく実感実感が伴う情報とか知識だったと思うんですね。だからね、まあ、逆に魏志倭人伝とかの中国からのものすごい距離をね、しかもなんか陸路、まあそのね、陸の上を移動するのも海の上を移動するのもっていうのがなんかこう一緒になったような紹介の仕方っていうのは非常に難しいし、全然何が違うかっていうか、まあなんか以前もちょっと書いたんですけど、ね、縄文時代の人は自分たちは縄文人とか誰も思ってないんですよ。弥生時代の人がね、
あの弥生時代の人というか縄文時代の人が、あ、今日から弥生時代になった、弥生時代になったぞみたいな。だからあの平成から令和になった時に、なんかあの令和に言語変わるんだとみんな分かったと思うんです、今生きている人たちっていうのは。だそういうの一切ないんですよ、古代の人って。もう後の人が割ともうそのね、近代現代に入ったあたりからこう過去を振り返って分類分けて考えた時に、縄文時代に当てはまる年代というか区間は大体このぐらいからこのぐらいまでだっていう、そういうのを現代の人が考えてやってるんで、そこすごい引っかかってますね。縄文時、弥生時、モノベースですからね。古墳時代もまあちょっともっと大きなね、あの括りになりますけど、古墳になって、だから奈良からやっとその政府というか国の概念的な国のなんかこう体制みたいなところの時代で、ね、奈良平安室町とかね、あのこうそういうなんか歴史区分ができてきてるんですけど、もう古代の人ってね考えてなかっただろうなみたいな。そんなの積み重ねがブワーッといっぱいあるわけですね。その 何千年とか何万年とかですね、下手すると。だからその中でもう、だからもうその中というかもう全部ある意味古代って謎で、後の人たちがね分けたり数える、分けるか数えるか、基本的に何かもう何にも分からないものを整理しようと、分けるか数えるか、分けた中で何個あるとか、分け方が何個あるじゃないですけど、まあ、何個というのは意識しなくても、まあ、順番に奈良平安室町とか出てくるわけじゃないですか。そんな中でやってるんで、あの、まあね、だからそのあれも似てるな、ちょっとまあ話それるように聞こえるかもしれないですけど、まあ、あの私も結構あの受験業界畑というか、ね、竹内先生の切り抜きチャンネルやってますけど、まあ、なんか予備校とかね、あの身近な業界なんですけど、要はあの偏差値、悪しき偏差値の話ですね。偏差値悪い言われてるんですけど、要はあれなんとなく成績が上中下とかで、こいつは成績がまあ上だからこの学校に受験しようとか、こいつはまあ中だからここ受けようとか、なんかまあ中だからちょっと上は望めないみたいなのを漠然として、あの進路指導で先生たちが決めてたのを、こいつは数値で偏差値50とか60とかそういうので、あのもし受けて偏差値が出てそれを照らし合わせて、あ、じゃあこいつは60だからっていう明確にしていったわけですね。それはあの一番最初の偏差値を考えた人というのも、あのね、偏差値を考えた人もあくまでこう生徒に対する愛情というか教育の中で出てきたことなんで、だからなんかそうなんですね、学術って悪く言われやすいんですけど、もうだからそうでもしなきゃね、なんかもう何も考えられなくなっちゃうんです、本当。ぶわっと漠然と、それこそ昔のね日本の歴史とか、7世紀より前はもう神の世の時代ですね。神代って最近よく言われるんですけど、まあ、あくまであれ神世ですね、本来神世の時代っていうのが、あのね、このチャンネル特に扱ってるんですけど、けど不思議なことに九州山地は7世紀より前の遺跡とかいろんなものがたくさんあるんですね。むしろなんか何世紀過ぎちゃうとなくなっちゃうんです、逆にいろいろ。それはなんかあの私の知り合いのその博物館の職員やってて、もう親が大学教授で、あの教科書の文章とか書いてるような人がいるんですね。けどね、またあの博物館の職員すごい人なんですけど、公務員だと移動とかあって、なんか全然違うこう社会福祉系の仕事とかなんか今やってるみたいで、けどなんかまあちょっとそういうなんかで、あのそういう人とこうなんか私もよくこういろいろね聞いたり話したりとかしてるんですけど、まあそんなところでですね、なんかそんな詳しい人でもあの言ってましたね、あの九州山地ね、この7世紀過ぎると一気にもう何もなくなるというか、一気になくなっていくみたいな。
で、なんか弥生時代の遺跡とかも多分本当知られてないのがほとんどなんですよ。なんかもう今田んぼに普通になってたりとか、縄文時代の遺跡とかもですね。だからね、なんかあの西和神殿に出てくるこうなんか小国国がね、小さい国がいろいろあって、その国の名前がいっぱい出てくるみたいなところがあるんですけど、あんなもなんかね、なんかいつかちょっと検証してみたいなと思ってますけどね。けど文字だけで追うのは危ないなって感じはすごくしてて、むしろなんかね、言い伝えない、なんかその魏志倭人伝にある情報と今ある情報のこう間の何かみたいなものが、間の何か証拠となるものがあった上でできるのがベストなんですけども、ないんですそもそも古代って、でそうそう、なんか全てが謎だし、でなんか知られてない、今私がやっぱり一番引っかかってる、知られてないってことですね。本当知られてないし分かってないし、その分かんないですけどね、あの本当高齢化率日本一レベルで過疎高齢化進んでて、もうそうなるとですね、なんかもうたくさんいろいろもうとんでもないこと起きてるというか、あのもうね、ある意味こう私と同い年ぐらいの人とかと もう同じ高校の人とか、もう高校卒業したら 90% も都会出て帰ってこないっていうか、もう近くに大学とかその就職先とかも一切ないんで、まあ、全くないわけじゃないですけど、その大学でもだって希望の学部とか文系理系とかいろいろあるじゃないですか。その選べるようにはないんで全然。ってなるとやっぱその希望の学部とかいろんなもので選んでたらもう全然違うとこ行っちゃうんですけど、まあね。でなんかもう そういうなんかそもそも知られてないし、もうねえ、分かってる人がいないとか、人がそもそもいないみたいな中で、このいろんなことを今残していこうとしているところで、まあ、だからあの竹内先生の件にしても、やっぱりあのなんかね、お亡くなりになってからあのやっぱ徐々にこうなんか忘れられてきたなって感じがしてたんですよ。それでね、本当にこれで果たしていいのかなとかいろいろ考えてたところありますね。でなんか、まあ、予備校の時本当にむちゃくちゃすごかったんで、人気というか多分収入面にしろ何にしろですね、やってることにしろですね、あの多分今とねちょっと目立っている人とかよりも全然すごい、本当にすごかったんで、だからあの第73世竹之内の宿根を名乗り始めた頃というのは、あれ先生そんなんなんか、まあ、もちろんね、あの竹内先生が名乗る前からあの御所の方の竹内文書って知ってましたから、わざわざあのねえちょっとなんか それと逆に被る内容というか、誤解されかねないというか、竹内宿根を名乗ることが竹内先生にとってなんかマイナスになるんじゃないかなと思うぐらいですねあの本当になんかね、昔ので驚いたのが、最近なんかこうネット上で竹内先生 あの当時の活躍というか当時の凄さを知ってる人がもうこんなにいないんだみたいな、で、まあ、あのですごくて、一番その竹内先生が人気があってすごい授業をしてた頃の映像というのはネット上にはないんですよ。よゼミのものですから、よゼミのものなんで、よよきゼミナールのものなんで、あの一切ないんですね。だからまああくまでその今あの公開されてる竹内先生の場合、なんかねその家庭の事情というか、まあ公表できる情報とできない情報がいろいろあって、できるものだけの今あの先生の元々のチャンネルですね、チャンネルむっちゃんですねの、まあ、公開してある部分っていうのを元に切り抜きってやってるんですけど、まあなんかそんな中でですね、あの本当にこの大分とかあの九州産地竹之内宿根関連のことが言い伝えとかいろいろあってですね、でなんかその竹内先生のいろんな本とか映像とか、まあいろいろ、まあ有料でね自分でどんどん買ったものも含めてですね、あの思い返してみて、
あれ先生ちょっと九州ちょっと苦手としてたのかなみたいな感じで少しいやそれでももう相当詳しいというかすごいんですけど、なんか若干なんかやっぱあのホームじゃないというか、やっぱホームのね、あの大阪の方の話とかそっちの方が多分得意だと、東京とかね住んでた、長いこと住んでたところって、私もまあそうですもんね、東京のね長く住んでたところだったらそれはやっぱ話が しやすいしね、えだから、まあ、だから大和大学クロンソンも結構やっぱだからそうなっちゃうの、みんなっちゃあれですけどみんな割と結構あの出身のところを説としちゃってるのが多いっていうのをちょっと気をつけて見ていくと面白いと思いますよまあなんか本当になんかこうねえ、自分を切り離してこう科学的にというか事実だけをもとに根拠を証拠を探しに行って、こなんとか説ね、ここだみたいなことを言ってる人っていうのがいいかな。難しいんですよ、人間ってやっぱね、そんな日本中で住んでた人なんてなかなかいないですし、住んでたら逆に一個一個薄くなっちゃいますもんね。でやっぱあの何年か住んで分かることってたくさんあるんですよね、やっぱり。なんかね、だからまあそうですね、今回の動画というのはちょっとなんかそこら辺をちょっと補ったりとか、なんかこう竹の内宿根伝説をですね、ね、ちゃんとこう、しかもなんかすごい内容の伝承というか言い伝えがあったり、そういう祭りとか知るのに、それこそあの角神社の角の市ですね、あれもね、あんななんかすごい祭り、竹の内宿根がその要は楠原八幡って神社からこう各神社に帰ってくる、6年に一度ですよ、帰ってきたらそこにはこう阿蘇の竹井渡すの巫女とかいるわけですよ。そんな祭りってありますかねなんか織姫と彦星じゃないですけど、でしかも6年っていうのがまたなんかこうまあ神武と例に挙げるというか、まあ、割と昔の人の移動って今みたいに交通機関とか良くないし危ないんで、本当警察とか法律とか自衛隊すら何もないんですよ。ってなるとまあこう進んで、しかも大人数だったりした場合ってやっぱそこでこうキャンプというか、あの、ね、住む何年かキャンプですよね、もうそこの人になっちゃうんじゃないか、だから何割かは多分移動するうちでそこにこう残ってったりとかすると、実際なんかそういう残ったっていう話あるんですよ、ジム統制の時に来てこの人はここに残ったみたいな伝承ってあるんですけど、そうしながらこうある意味血縁関係っていうのはなんか今あのね同族企業とか言うとね批判されてますけど、けどね、その今みたいに警察法律もなければこんなインターネットとかこう情報も行き渡らない、通信の環境も一切ない状況であれば、やっぱそういう、ね、血のつながりというか、まあ、親戚とかあの、ね、あれそういうところに行くしかないというのがね、だからあれに乗ってる神社っていうのが今も縁起式内社といって一流の神社の扱いだったりもするんですけど、まあ、あの式内社の神社があって、要はそこで縁起っていうのは何かっていう、縁っていうのは、ね、縁起っていうのは要はまあ結婚したんであれば、そのこのお父さんとねお母さんがいて、この結びつきなんですよ、結びつきでここに縁起が生まれるわけですね、縁起が生まれてそこにまたこう子供ができて、さらにまたその子供ができてみたいな、でその縁起のなんか体系というか、まあ、それおそらく何かしらの関係があったご縁があった方というのが基本的にその式内社をあの形成していったという面があると思うんで、だからなんか、まあ、私んちの神社とかはまああのね、式内社じゃないないんですけど、そうそう、なんか調べてみたらなんかやっぱちょっと出雲系かなとか思う時とかね、結構いろいろあるんですよ痕跡が、まあ、けどそちょっとまあ今だってわからないし、私たちも現代に生きる私たちもみんななんかこう
間にこう何人も先祖が入ってるんで、そうなると結構わかんないですよみんな混じってるんですけど、けどあの一番大きいのは江戸時代の鎖国で300年ぐらいはもう大々的なこう海外との外国との交流って一切なくなる国って、多分世界でも珍しいと思うんですよ。その中でさらに混血が進んでったから、でそれで明治以降の日本人っていう形があるんですけど、日本人だったらもう割と似てるじゃないですか。あのたまになんかハーフの方でもね、もう見るからに日本人みたいなねいたりしますけど、だからあの日本ってそのねえ、まあヨーロッパとか中アジアとか、まあそのインドとか中国いろいろありますけど、その何かしらなんか事情があって、まあ、戦争に負けたにしろなんか何かしら事情があって逃げて逃げて逃げて最後たどり着いたのが、もう逃げなきゃ殺されるから逃げて逃げてたどり着いたのが日本だった面があって、でだからもうね、そんな中ひどい目にたくさんあってて、そこで人間どう思うかって、ひどい目を合わせようと思うよりは心ある人だったらみんなもうそういうひどい目に合わせるのやめようよってね、輪をちゃんと作って輪の中でね、みんなでこうあのまれびとは歓迎せよって、まれびとって珍しい人ですけどね、だからよそからポッと来た人もなるべく歓迎して受け入れて、あのいろんなその人の国のなんか、まあ、知らない文化、情報がないですから、うん、その文化だったりとかものだったりとか取り入れることができるものを取り入れていこうと、ね、それでこう輪を作って輪を大切にして、でざーっとこう日本が、ね、あの日本国になってから続いて江戸時代で300年鎖国して、さらに そこで、ね、外国、まあ、なんかしれっと入ってきてそうですけどね、全くいないわけじゃないと思うんですけど、まあ、もう大半がもう全く それまで日本にいた人たちの中で混血がさらに進んでったから、まあね、そんな感じでちょっと今回、違うようにね、あの、まあ、作ってみたんですけど、なんかもしねこれが良ければね、またこの作り方でね行きたいなと思うし、まあなんか逆になんかね、あの古代遺跡のライブ配信、あれ結構実はですね反応がいいんですよ。あれ出すと、あのライブ配信するとした後もその映像そのまま出してても結構見る方がいらっしゃってて、だから目の前にいてね、多分ポッポ私がなんかどんどん説明するのが面白いらしいですね私はもう見たまま思ったままなんですよ。けどもうなんかもうある意味本当死ぬほど24時間もう365日毎日ですね、ずっと調べてずっと考えてる面があるんで、こういう古代のことに関してですね、まあそのね本業というか仕事の時は仕事に集中するようにはしてるんですけど、なるべくちょっとなんかその関連があるようなね仕事とか、そのなんかその私が普段やってることがこう活かせるようなねことをねと思ってやってますけどね。だから YouTube も本当ねもっと伸びて、なんかね人気者になりたいわけじゃないですけど、人気ないと話にならないですねそれこそ人口がいない、人がいないので困るのと同じで、だからまあなんかちょっとなんかこんな動画だから誰かがやってるようなことで、ね、やっても仕方がないってわけじゃない、面白くないし、自分自身やっぱその本当に面白いと覚えるようなことだったりとか、普段からこう感動するようなことたくさんあるんで、本当遺跡見に行ってもですね、資料読んでても論文読んでても感動するときありますから、普通だったら誰もこう気にしないようなとこ、ね、気づかないようなとこパッと見て、おおこれはみたいなでそれをなんか伝える人がいないみたいな父親が、まあ、昔っていうか、まあ、地質学者で研究機関にいたり、学校の先生なんですけどね、なんか割とそういう話が学術的な話ができる人なんで話したりもしてますけどね、なんかまあそんな感じでですね、ちょっと結構いろいろと話しちゃいましたけどね、最後にこういうのもなんか最後に付け加えたいなと思ってたんで、
まあ、またちょっとなんかね、いろいろなんか世の中のことが、世の中の人が、世の中の方々がね、世間の皆様がなんかこう知りたいことだったり、見たいものというものを目指すっておかしいですね。なんかこうと私がこう普段からやっていることをですね、のこう接点というか、それこそ縁起みたいなものです。つなぎの結び目ですね。結び目が何かの結び目が縁起ですよ。発音すみません、悪くて縁起ですね。ねだと思うんでね。だから動画がその縁起になるように、縁起がいい動画ですね。縁起がいい。仲良かったなみたいな。なんか押し付けがましい感動とかね、これがいいぞみたいな話があってね、もう多分今時もみんな望んでないっちゃね、心のどっかにそういうのはもういいかなみたいな感じだと思うんでね。まあそんな感じで、随時ねやってますんで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひ、あと高評価ボタンですね押していただいて、ご視聴ありがとうございました。それでは。